皆さんこんにちは。今回私が言及させていただきたいのは、まあ、ネットでも話題になっているですね、ユナイテッド航空、まあ、これニュースでもやってますけどね、ユナイテッド航空が、シカゴを出発して、ケンタッキー州のある都市に行く便です。国内線でね、オーバーブッキングを起こしてしまって、乗客4人が降りなければならないという時に、まあ、そこで選ばれた男性、中国人の男性医師のようなんですけどが、選ばれてですね、それに対して拒否して、でも無理やりあのスタンガンとか使って降ろされたという件に関して言及させていただきたいと思います。まあこれ聞くと本当にひどいなっていう感じはするんですけどね、私自身はもともと某旅行会社でね働いてまして、航空券を手配したりとか、もしくはパッケージ旅行を手配、もしくは海外支店で働いてた時に海外支店でお客様を受け入れるところにいました。航空会社のやり取りにもしてたので、まあそういった件に関してはかなり慣れてるんですけど、今回オーバーブックということで、私なんかもよくありました。実際自分がね、僕が手配したもの、ね、航空券、お客さんが後で電話来てですね、なんかオーバーブックだったんですけどつって、結局そのエコノミーから、ビジネスクラスに無料でグレードアップグレードしてもらってよかったですっていうお褒めの言葉をもらったりとかもしましたけどね。オーバーブックってよくあります。オーバーブックということで、まあこれ英語できる方だったら、ブックっていうのは予約ですよね。これがオーバー、過ぎてるということで、予約の取りすぎということです。でオーバーブックということで、まあ普通の席以上にね、キャンセルを見込んで、お客さんキャンセルすることを見込んで、あえていっぱい、席売ってるわけです。予約の席以上にね、それを、オーバーブックと言います。なので実際今回はキャンセルする人がほとんどいなかったんでしょう。それなので結局4席分がですねオーバーブックになってしまって、誰かが降りなければならないという状況下になりました。ただこの4人っていうのがですね、乗ってくる4人っていうのが、私聞いたところこのユナイテッド航空の社員がということだったんですけど、ちょっとこれはある方の情報だったんですけど、これははっきりしないんですけど、それであるならば誠にもって遺憾なのかなって感じはします。でオーバーブックっていうことでね、実際私もねオーバーブックって経験あります。これはいつどこで、これまさしくユナイテッド航空です。ユナイテッド航空で今から5年ぐらい前にアメリカのロサンゼルス成田から行くときにですね、ユナイテッド航空で行ったんですけど、その時にですねいきなりなんか席が空いてない感じで言われて、で無料でプレミアムエコノミーという席、プレミアムエコノミーというのはエコノミーとビジネスの間の席、シートピッチが結構あって、ね、若干席がいいんですけどね、そこの席に されました。これプレミアムエコノミーは高いですからね、逆に私はそのオーバーブックによって得したわけです。なので通常であればオーバーブックであれば、もしエコノミーがいっぱいであればですよ、ビジネスクラスとかプレミアムエコノミー、もしくはファーストクラスなんかに、無料でアップグレードするっていうのが必要なんですけど、今回そういったのないってことは、いわゆるまあこの国内便ということで機材が何かによりけりでファーストクラスがもしかないかもしれないですね、機材が小さいと。で、ビジネスはあったと思います。でビジネスにも空きがなかったんでしょうね、もしくはプレミアムエコノミーがあるかどうかもわからないんですよね。全く空きがない状況下で4人が、まあ、降りないといけないことになったんですけど、それで結局、まあ、今回こういうことになったわけです。まず飛行機の上でということだったので、ちょっと不思議に思ったのが、空港のカウンターがそれに気づけなかったのかなって感じはします。空港カウンターもじゃあ同じ搭乗券を2つも発行してしまったのかなって感じはするんですけどね。まあこれね、なきにしもあらずです。この間ブータンに行った時に、ブータンの、パロンまで行く時にですね、タイのバンコクから、ブータン航空に乗ってインドのカルカッタ経由で行ったんですけど、インドのカルカッタまでは、3番の A、これは、ボーイング737の機材で、3番の A というのはプレミアムエコノミーです。プレミアムエコノミーの最前です。自分たちの前が壁を挟んで、ビジネスクラスだったんですけど、そこのところで行き乗った時にですね、インドのカルカッタまではタイのバンコクからよかった、大丈夫だったんです。そしたらいきなりインド人が乗ってくるじゃないですか、カルカッタでね。でその時になんか自分の席がそこだって始めて、3の A、 自分と同じです持ってるわけで、でも自分も3の A だと思ってるから、で多分ダブルブッキングかなと思ったんですけどね。で、フライトアテンダントに呼んで話をしたらですね、まあ結局空きがないわけです。まずプレミアム追い込むのがね。そしたらインド人がね、珍しくインド人結構そこら辺譲らない人々多いんですけどね、自分が向こう後ろに行くエコノミーの行ったんで、結局はその時はそれで済んだんですけどね、こういったことがあります。なのでまずなんでカウンターでそれが気づけなかったのかなって感じはするんですけどね、カウンターで気づけばカウンターでそこでお願いすればいいのになって感じはするんですけどね。で
もう一点です。まずオーバーブックということで、これはユナイテッド航空、航空会社の問題です。予約をあえてそれ、ね、取ってるわけですから。だからそれに関して、今回、どのように選んだかというと、まず誰かその代替便、ね、で行ってくれる人いないかって、結局誰も手を挙げなかったわけです。その中でじゃあ次にユナイテッド航空が提示したのが、8万円ほどの現地のお金、8万円ですよ。でさらに1泊分のホテルです。シカゴからだったのでシカゴのホテルです。でそれをつけて提案したんですけど、誰もじゃあ自分それにしますっていう人いなかったわけです。その中ですね、どのようにしたかというとですね、コンピューターで無作為に選んだ4人ということだったんですけど、これは本当にコンピューターで無作為に選んだ4人なのかなって感じはするんですけどね、ちょっと不思議だったわけです。これはなぜかっていうと、アジア人だけだったからです。アジア人4人がアジア人だけだったからです。だからはっきりと言うと、多分まあアメリカっていう国は正直差別がある国なので、もしかしたら差別をされてアジア人だということで差別されてアジア人が全員選ばれたのかなって感じがしないでもないですけどね。なのでこれはちょっとね、問題です。実際こういったものを動画でも私見ましたけどね、登場していた方が撮影したね動画、かなりひどいなって感じはしたわけですけどね。で中国人のこの人は、まあもちろんかなり抵抗を拒否して抵抗したと思うんですよ。でそこで中から入ってきた CIA の、職員ね、CIA が入ってきて、でスタンガンでその医師、男性医師をですね、スタンガンで攻撃して、で血だらけになってましたよね。あそこまで血だらけになるってのは相当暴れたかなって感じはするんですけどね。で、あのように結局強制的に降ろされて、その飛行機は降ろされてしまったわけです。結局まあ他の便には乗ったみたいなんですけどね。だからなんというかですね、まずこのユナイテッド航空ということで、私は1回先ほど言ったように乗ってます。デルタ、アメリカ系の航空会社デルタ航空も、まあ、ノースってなくなっちゃいましたけど、ノースウェイストも乗ってます。今まで、世界で 40くらいのね、飛行機の40くらいの会社の飛行機乗ってきたわけですけど、搭乗回数っていうのは多分140回ぐらい乗ってます。それで飛行機にいろんなとこ乗ってます。この間だって、まあ、2ヶ月間の渡航調査が帰ってきたんですけど、まず、関空から、タイまで、タイのバンコクまで行くのにスクートという航空会社、シンガポール航空の子会社で、その後、また行ったのがブータン、これはブータン航空、これは往復でしてきたわけです。これは初めて乗りました。でその後エアアジアで、バンコクからシンガポール往復で、シンガポールからシンガポール航空の子会社のシルクエアに初めて乗って東モールを往復してきました。まあ、この感じでかなり最近ね、本当に新しい航空会社乗ること多いんですけど、オーバーブックっていうのは結構あることです。ただ全く席が空いてないっていう風なことがまあなかったので、逆にまあエコノミーの人が無料でビジネスクラスでアップグレードされたりとかね、お得があったわけですけどね。で今回は席が空いてなかったということで、まあ誰かを降ろさないといけないということで、まあ正直な話、今までね旅行会社で手配してきましたし、自分自身がいろんなとこ行ってますけど、そういったオーバーブックで強制的に降ろされた人って聞いたことなかったんですけどね。そしてこんな感じで暴力でやるっていうのはちょっとね、びっくりいたしました。まず航空会社としてですね、ユナイテッド航空他にじゃあいなかったのかということです。まだそれでもいなかったんでしょうけど、一人一人じゃあ他の人を選んでですね、でその人たちを、選んで聞いていくってことが必要だったんじゃないかなって感じはするんですけどね。ただまあここにはやっぱりそのユナイテッド航空が早く出発しないと、例えば他の都市に行く方が乗りすぎなくなってしまうとかね、他のそこで大事な会議があるから早く出発しないといけない、そちらのクレームも上がってくることを想定して、まあ結局はああいう結果でね、強制的にやったんでしょうけど、ただこれはまあこういった感じで今アップされてしまってるんでね、かなり大々的な問題になってしまってるかなって感じがしますね。航空のブランド力にも傷がつくかなって感じがするんですけどね。決してこんな日本の航空会社じゃありえません。 JAL とかあのね、まあこんな対応されたらちょっとユナイテッド航空乗りたくなくなっちゃいますよね。だからユナイテッド航空ということで、私はまあアナのマイレージ持ってるんで、スターアライアンスということでユナイテッドもね、利用できるときは利用しようと思ってるんですけど、ちょっとここまで来ちゃうとね、どうかなって感じはします。で話にちょっと戻らさせていただいて、アジア人が4人選ばれたということなんですけど、まあ日本人なんかもそうなんですけど、日本人なんか特にそうじゃないですか。結構舐められるっていうかですね、優しいんで日本人っていうのは、あんまり拒否しないと思われてるんで、
日本人選んだらですね、まあ、ああ多分大丈夫って言ってくれるだろうっていうふうに思っている人も結構白人の中には多いです、特にアメリカ人はね。なのでそういった意味ではアジア人選んだのも、まあ、差別的ちょっとものものがあったのかなって感じはするんですけどね。白人を一人も入れないってもどうなのかなって感じはするんですけどね。まあいずれにしてもね、このようなことは、航空会社にあってはならないことかなって感じはします。あれでは本当にいくら拒否したからってあのように感じで怪我させられて傷害じゃないですか、あれは本当にひどいなって正直感じはしました。まあ、こういった問題に関してはね、これからも言及していきますので、もし皆さんチャンネル登録されてない方がいらっしゃったらチャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。